日ハム、狂う歯車。日本ハムが終盤の守りのミスで痛恨の黒星を喫し、今季初の3カード連続負け越しとなった。先発の加藤が7回無失点の好投を見せ、8回から田中がマウンドへ。先頭オスナのレフト前方への飛球をショート水野が補給できず、その後犠打でワンアウト三塁のピンチを招き、左腕川野にスイッチした。川野ハダイダー沖に死球を与え、盗塁でワンアウトに三塁とされると、1番西川の犠牲フライで先制を許した。嫌な形で先制を許した直後の9回は、ヤクルト守護神の田口の前に得点できず、打線は8安打を放ったが、序盤から再三の好機を逸した。2番水野にこだわった日ハムの監督の責任だね。悪い流れはそんなに簡単に変わらないよね。本来の姿に戻ってきましたね。今日も安定のシャウ打線、パッキパキでしたね。清水を一軍に置いとく意味はもういいでしょ。打てない、守れない、走れない。交流戦スイープ負けなしってことで、また頑張れ。火曜日は、無駄なターミンのために放出したウサミンにやられます。負けるたびに暴言吐いて満足か。ファンだから何を言っても許されるとでも。来週からの中日と巨人で勝ち越したいですが、相手チームもエース級来ますね。踏みとどまれるかな。3連続負け越し、ちょっと流れが悪くなってきてるな。ここら踏ん張りどころです。チャンスでは打てない、水野の落球、交流戦では借金になっちゃいました。こんな情けない試合見たくないわ。このヤクルト3連戦は内容が悪すぎ、グダグダじゃないか。一回立て直さないと、ズルズル落ちるぞ。昨日も今日も相手より打ってる、のに負ける。つまりは選手、ベンチどもに自滅ということ。確変も終了か。